エチオピアの生徒たちの集合写真2019年12月の校外学習にて学生とは主に学校やその他の教育機関に入学して知識を習得し職能を開発し特定分野での雇用を得やすくすることを目的に学習しているものである。講義における学生は実務において基礎的または 決定的になる習得すべき事柄に集中的かつ知的に取り組んでいるものである。英国と大半の英連邦諸国においてスチューデントの語は中等学校及び高等教育機関に入学しているものを指す。初等学校に入学している者はピューピルと呼ばれる。台湾の女学生1927年の日本統治。 時代中国の上海にあるインターナショナルスクールでの様々な国籍の生徒2017年この学校に学生服はない日本においては大学及び高等専門学校で学ぶものを指す語として用いられている学生という呼称が最初に使われたのは明治14年8月2日のことであり当時の帝国大学で 外国においては大学に学ぶ者とそれ以下の学校に学ぶ者のとの間に名称の差別あるに鑑みてのことであった。ありがとうございます。